これは人類が衰退した世界の物語である。1年前7つの巨大な結晶体が天から落ちてきた。これらの結晶は原力という名の強いエネルギーを含み、一人手に成長するためエネルギー危機を解決すべく天が与えた宝物だと考えられた。しかしすぐに結晶はタガが外れたかのように恐るべき規模の鉱脈と化し、強烈な原力の波動を発して人類を汚染、モンスターの姿に変えた。感染はたった数週間で爆発的に広まり、ついには地球規模の大災害となった。これが大爆発と呼ばれる人類のターニングポイントである。しかしこれは決して世界の終わりではなかった。災害を生き延びた人々は結晶が広がった大地にいくつもの避難所を作り、人類文明を復興しようと試みた。そして大陸から遠く離れた島で優秀な少女を集めた雇用兵部隊が活躍する。全てはここから始まった。指揮官、開始しますか。指揮官、ドローンによる機雷設置完了します。目標レーダー内。残りはあの怪しいギアだけです。行きましょう。ちょっと待って、ムカ。原力戦術装備 OTE は使いません。原力を使用するものなんて。でも OTE なしで。大丈夫です。問題。わかりました。処理者部隊兵士。あの頑固なムカを説得できるなんて。アイリーン、作戦。はい。プロセッサーズ、ミズベイ。本当はこんなことしたくありません。
の数がわからなくなりましたよ。となるはず。
どうやらこれからは店長と呼んだ方がよさそういう趣味はありません。またハッキングですか。それで調べている。実際誰でも自分いつから。それならもうやめてくだ。Please obey! Processors, please obey!
店長、十分な距離。のために行きます。終了。次の予定は何でしょうか。戦場処理者チーム、命令を。チームゼロ、命令を拒否。指揮部の本テーマ、これ以上喋るなら直ちについてこい。Thank you.
眠いですよ、店長。戦う覚悟を決めた以上、迷いがあってはなりません。予定通り行動を始めます。敵出現ということは道には迷っていないようですね。
想定外の規模です。電磁銃の射撃範囲は、アイリーン、私がどうして自分から身をさらさなく、それでは間に合う。予定通り行動を始めます。
してください。激圧転送装置早く。今さら何を。私には私は傭兵で式部は海で敵と遭遇した。泳ぐ？え？来い。理由もなしに来る。そんないやらしいし。ご冗談を。ええ、トライアスロン。飛行機から海に真面目に
その瞬間になると公園のあっ、しかしよく分かってるでしょ。いやらしい笑い方で、準備はできたか。これは術は始まっ、はい、そう、状態は良好です。ムカは、ムカは体調不良で、ムカも辛いみ、そう、私彼は最後まで、だから私はこのし、私は一緒、これは私がお兄ちゃんを生き返らせたこと。再構築技術はこの技術を密かに外部に漏れ、アイリーン、私は可能、泣かないでよ、じゃないとターミナル、権限リセット完了。末梢神経系、パルスパージ完了。海馬体ディアクティベーション完了。情報再構成リンク、ロード中。ロシ軍事兵器、開発グループ。戦場処理者部隊、指揮官情報システム。ようこそ。もしもーし、生きて、目を覚ましましたね。そういう言い方、ここはどこなの？意識は問題ない。
体の回復はアイリーンとムカたちはコーヒすべての犠牲者に安息を与え。